一人ずつ行こう。まずはお前だ。貴様ならそう動くと俺の計画は1ミリも狂わん。だったよな、渦巻きボルト。お前は食われるんだ。十尾にな。 何が自由なんだ。笑わせんじゃねえよ。昔の俺を見てるみたい。けど相手があの次元以上の怪物なんだろ。それなら話は早い。言えよ。どこまでてめえの思惑通りにことは運んでんだ。七代目たちがやられちまったらてめえもおしまいだっての。 先生、命が尽きる瞬間に立ち会えるなんてな。なくなるだけのその他にもいろいろ教えてくれた。空っぽだったこの俺に生きる意味をくれた。 長めの髪を取るようなものだ。時が来ればすぐに復活する。美しい顔で冷や汗一つかかねえとは全然余裕じゃねえか。 あいつらが大筒木を倒すところも見られたしな。お前は忍びになどない。決して見るものにもなることはない。 出る前に他の屋敷に報告書は出してきた。